はい、ようこそ豚猫ゲームチャンネルへ。なんかね、前回豚猫が喋ってなかったのがちょっと尺なんで、ちゃんとね直して口パクパクしてる状態で始めたいと思います。今はね、こう割とまあ武器をね、こういろいろ調達して調整してみたいなね状態でやってる段階です。どうする？スクワットやってみる？やってみてもいいんだよね。ただスクワットやると、まあ録画してる時にねスクワットやってもいいんだけど、まあめちゃくちゃね、こうオープンボイスチャットで喋りまくってる人もいるし、やっぱ名前、まあ名前が映るぐらいはね、もう今時いいでしょう別に。昔はね、まあプレイヤーね、こうなんだ ID だったり、こうプレイヤー名がこう映るのは良くないみたいな言われた時期があったんですけど、まあもうね、その、まあ昔はね、こう、スコアとかやっぱこう最終的にこう見ちゃうから、誰が先輩かって分かっちゃうから、その先輩になっちゃった人とか、こうね、探して叩かれたり、バンされたりっていうのはね、あったんですよ、昔。まあ今でも多分ね、やってる人はいると思うね。まあ気をつけて、ね、そこら辺やってるんだけど、まあ名前ぐらいはいいでしょう、とは思うけど、まあ、普通に一人やるか。あ、でも、あれか、要塞機やりたいんだよね。やっぱちょっとスクワットで入ってみるか。いい人に出会えますようにって感じで。まあ、まずい人に出会ったらね、こう、やばそうな人に出会った場合は、まあ、取り直しでいけばいいよね。ピング見てなかった。マッチングしてるけど。オープンチャットじゃないから、あれなんだよね、こう。向こう喋ってんの聞こえてないとは思うんだけど。こんにちは、こんにちは。聞こえてる？あ、聞こえてないよね、やっぱね。うん。マイクはね、入るんだけど、こう、コントローラーがプッシュトゥートークのボタンがわかんないんだよね。あるのかな？あ、でもみんな、あれかい？ PS5 からかい？私は Steam からだよ。PS5 の人の方が多分性能いいんだろうな。ああ、この時だけ時間だから、まあね、学生さんとかが多分やってると思うから、もう私よりもガンガン進んでやってる人だと思うし、ね、AK を持って帰りたいな。今回は私の目標は AK を持って帰る。もうレベル上げ用のね AK を。クリンコフがね今気に入っててね、いっぱいこうカスタマイズがねそれなりにされてるんだけど、固まったぞ、固まったぞ、やめてくれ。よしよし、動いた動いた。目的は何ぞや、何やる気。ようこそ。新たな任務にアクセスするため探索し、情報と戦利品を確保しろ。私はね、要塞機を要塞を一掃したいなっていう。おお、こっちかな、あっちじゃない。とりあえずみんなで出口を目指そう。行き道中でこうね、何かしら出会ったこうっていう感じで行こうよ。おっと、もうやり合ったの？やり合うんだったらちゃんと遮蔽物を使わないとダメよ。こっち側にもいるよ、こっち側にも。ほら、今、こっちじゃない。反対側もいるからね、敵。あと一人は？大丈夫？こっち進む？お、中入る？お、向こうから来てるかな？こっちが警戒しとくか。あ、でも向こうでバチバチやってるから。反対側にもいるんじゃない？この感じだと。攻撃されてる！
エケ？違う、クリコフだった。おっと、敵の攻撃を受けてる。まだいますね。上いるのかな。おっと、クリコフ、めん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 、あのメンバーはとりあえずじゃあでも今度は持っていこうか。本当は AK が欲しいんだけどな。なんかあるかな。うん、リーコンドローンオンライン。よいしょ。契約で得たキャッシュで装備を購入できるぞ。敵にリーコーを破壊された。あ、そう、まだいっぱいあるんだな。うん、ちょっともらってっか。うん、収納しとくかな。あー、しとこう。パワー足りてっかい。AK ない。 AK 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 はないね。え、両軍しよう。おーおーおー、やってる。お金取った？お金取ったね。よくないね。もうないね。かねー。お、ヴィンテージワインか。なかなかいい。車があんじゃん。まかい。おいしょ。ほいほい。まあ行くなら行くで。一応ここを目指して行こうかなと思うんだけど、こうよ、乗ってく？行き方わかる？よし行こう。 おーっとびっくりした。ピンがなければ適当にこっち行っちゃうよ。
200m 近くぐらいまで行きたいよね。この辺はね、敵はいるはず。あ、撃ったくない、危ない。いいだろう。そうだな、この辺だとマーケットがここにあるな。マーケットもしくはあるからいいけど、あと15分。なんかあった？バッテリー？ジョックスティック。エムテックスが欲しいな。エムテックスか？あ、デコイグレネードか。スティームか。スティームはいいや。この辺だとそうだな。帰る？ね、サブマシンガンで、ね、レベルアップしたやつ欲しいんですよ。
無理に戦ってもしょうがないぞ。ロケットランチャーあったから撃っちゃえばよかったね。 RPG すげえ、なんかいっぱい敵がいますよ。ここ前あんまりいい記憶はねえな。ウルトロン、エリア内の活動が増えている。警戒を怠るな。分かってる。入る？来なきゃいいけど。ウルトロン、こちら台の方、IC のため着陸地点に向かう。後ろ辺から来そうだ。リーコンドローンオンライン。こちら台の方、着陸地点に降下する。安全を確保してくれ。行きな、追いかけるよ。ビーコンからの通信が途絶えた。知らないうちにやられた。まあでもいいでしょう。なかなかいい成果で。なんかミッションやったってわけじゃないけどね。うん、時間は全然あった。出現位置がね、悪かったね。安全。反戦も何も倒れてる人を見るだけだからな。よし。お、弾薬片手で当たっちまった。足向き。足向きではないか、これは。お、なんだ。なんか解除したぞ。あっか。おうおうおう、これ密輸品ね、これね。よかったじゃん。で、これもそうか。で、これの、カスタマイズできるかな。弾薬が選べる？あー、まだあれか。この辺が。アウターバレルのね、これがね、か？違うな、違う、これか？違う、これ、あれか。どれがいいんだったかな？これか。BASP2 かな？ BASP。拾ってきたやつが、あ、全然違うやつだわ。BASP ってなんだ？サブマシンガンだと思うんだけど、これのね、これがね、これがね、まあ 9mm タイプのね、なんだ、クリンコフの、クリンコフの 9mm タイプといった方がいいかな。
あのカラシニコフ、造幣局か、に検索すると今ねこれありますからね、実際にある銃で9ミリタイプのねクリンコフなんですけど、VAZN、B あブワーバゼネブバゼンブバゼンブうーなんなんつうんだろうボボゼネブボバ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 ゼンバゼンバゼンネブバゼンネブ消えない、よくわかんないですなんだろうね、消えないやつこれね、今ここにあると。でこれの上がこれだから、本当はね、これからだんだんこうね進化していけばいいんだけど、まあクリンコフとね、クリンコフはよく落とすので、まあ必然的に、まあ個人的にまあクリンコフ好きだから別にいいんだけど、この武器の中ではね古い方ですからね、型が。まあね、9ミリか、あんまりね9ミリはね、そのあんまり弾が落ちてないんですよ。だから現地でのね弾の入手がちょっと難しいかもしれないね。でだちょっと待って、その前にでこれを変更して、またとりあえずクリンコフね、クリンコフで、でカスタマイズでダイヤカーまだアウターバレルとかマズルをこっちに変えてサプレッサーマスでね、でこれでいこうと。レーザーとかまだこうあれなんだけど、バツネブ、9K9K のが、レベル9だとこれが手に入る。あーちょっと先だね、レベル2ぐらいで手に入れたよね。やっぱ頑張ってベクターを拾ってくるしかないか、こうした方が楽だよね。他のがだって高いんだもん。この辺が本当はこのやっぱこの2つだよね、レベル2はすぐあっという間だからゲットできるの。あとは BASP がレベル2。 BASP とは何ぞや。 BASP バトルライフか、違うな、サーマシンガンだよ。 BASP あこれか、あーこれか、むしろこれもちょっと拾ってこなきゃダメだね。これも拾ってってこないと見つけられないですね。ミニバカ？ミニバカ？ミニバカか。名前がひどい、ミニバカ。あのバイソン、ビゾン言われてるやつですね。あの私好きなやつなんですけどね。あのヘリルマガジンだよね、あの螺旋断層で真ん中のこのチューブ状のところにね弾が入ってるんですけど、あの遠くから見てこの、グレネードランチャーと誤認させるために、こういう形になったという噂もある。敵弾と、誤認させるためっていう風なね感じだ。遠目に、まあもう遠目でもなんでもない、こうこれがだってねえ、グレネードグレポンだって思う距離ってもう結構な距離だよ。まあその見た目のね、威圧を、このね銃のね欠点としてはこれね、アンダーバレルとこうついてね、下の部分にマガジンが来てるので、ストックがつけられないと、アタッチメントがつけられないという欠点があるんですよ、これ。まあ、そんなにね、こう、
まあ、もちろんね、特殊部隊向けとかっていう形で作られた銃ではあるんだけれども、まあ、年代が年代で結構もう古い銃ではあるんだよね。こうあれですよ、あの、P90 とかね、流行った、これですね、これ P90 とか流行った頃に、なんか、あの、やっぱちょっとね、変わったマガジンのみたいなやつ、ね。P90 もね、こう、見た目がすごい未来感あるけども、結構、お年を召してる銃ですからね、これも。これをね、拾ったんですよ。拾ったんだけど、やられちゃったからね。あ、音速弾により敵チームにキルスカルを表示しない。対人だとかなり有効な感じがするけどね。キルスカルっていうことはなんかこうあいつがやったのっていうのが多分映らないでしょ。とかあれか、あのあっち側から撃ってきてるよっていうのがわからないってこと。そんなことある？キルスカルってのがよくわかんないけど、これ単一だね。これのみの。ちょっとデザインはね、実銃より細めですよね。P90 とかね、ね、めちゃくちゃばらまけるからね。まあ、弾薬数、弾倉数としたら、こっちの方が多いのか。いいな。ああ、これ知ってる。珍しいやつです。あの、これ。あの、実際に軍隊で使われてる目撃例が、私の中で一回見たかなっていうぐらいのやつで、M4 系の、機関部の上に、この、P90 のマガジンがくっついてるというタイプで、なんて名前だったかな。すごいね、特殊な銃なんですけど、まあ使ってる部隊というか、あの個人でおそらく使ってるであろうと思う持ち出してきた人がいたっていうのを目撃した例で、珍しい銃ですね。すごい珍しいですね。これで下の本来こう M4 系とかね、 AR15 系のマガジンが刺さるところにから、弾がボロボロ落ちてくるんだったかな、これ。確か。忘れちゃったな。弾横に飛ぶのかな、どっちだったかな。まあ、ともかく、AR 系に、P90 のマガジンがくっついてるという、なかなか珍しい銃ですね、これ。あー、あるんだ、これ。へー。いや、まあ、P90 といったらね、弾薬はその 5.7 っていうね、特殊な、こう、装甲貫徹弾を使ってるっていう、まあ、またこれも話長くなるんだけど、パーソナルディフェンスウェポンの先駆けみたいな形がこいつなんですけどね。いやー、ちょっとなんかやっぱり面白い銃がありますね。 SO14 とか、うん、古き良きバトルライフル。バトルライフルはいいね。バトルライフルはいいですよね。こう重い、こうダダダダダっていう感じが面白いですよね。ショットガン。なんかでもあれだね、ショットガンの種類的に言うと、なんかセミオートマチックショットガンはやっぱり相変わらずこれぐらいしかないのかっていう感じのデザインだよね。もっとなんか種類あってもいいような感じするけどね、こんだけあるなら。でかい。あー、はい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 、いいっすね。持って帰ってくればね、アンロックできるので。これ今回持って帰ってきたからアンロックされたのかな。スナイパーライフル、なんか自分のこの成長過程のあれが分かってないから、ちょっとあれなんだけど。どこで見りゃいいのかな。進行状況か。これか。もうすでにアンロックされているのだろうか。
されてないよね、あれ多分されてないね。やっぱ持ってきてアンロックされた。スナイパーライフルだと多分マークスなのか、違うな。あ、そうだ、マークスなの。これはアンロックしてあるんだよね。でもスナイパーライフルというカテゴリーのやつはアンロックされてないから、デザインがこっちとこっちと一緒になっちゃってるけどね。え、あー、ボルトアクションライフルか。なんか持って帰ってきたはいいけど、どうしよう、使い道がなっていう感じだよね。なんかいらないやつ、これいらないかな次これ持っていくか。でこれ装備して、でなんか持って帰ってこようか。ということで、まあ、とりあえず、スクワットしてみました。感じはあんな感じです。あれで、まあ、例えばね、主要ミッションをね、こう、受注して、クリアして、みたいな。最後のあの人は、連れて帰ってこれば、どう見ても、なんか、おそらく、やり始めたばっかなんだろうなって、ずっと腰引けてたし、ついてくるの遅かったし、で、なんかこう、一箇所のところ、じーっと見つめてたし、まあ、おそらく、初めてやったんだろうな。もう一人の人はね、多分経験者ですね。確実に車乗るのも早かったし、で、まあ、どこに行こうかっていう感じも分かってたし、でこっちがこうマーケットのところをタグつけたら車向かってましたからね。あれはもうある程度経験してきた人ですね。もう一人の人はちょっと亡くなってるの、お亡くなりになってるの早く気づいてあげればよかったなっていう感じだな、かわいそうに。あれね、一人で帰っちゃっても、またしばらくすれば、同じ場所から帰れるので、これ、ゲームのいいところ。うん、同じ場所からね、しばらくすれば帰れるので、例えば乗り遅れてもね、すぐ帰ってこれます。自分ちチームより先に、ここから脱出してたチームがいたので、その後に、回復したら、呼んで帰った形になるんだけど、まあその間に後ろでまさかやられてるとは思わなかったねまあこういうこともあるということで、今回はこれで終了したいと思います。いや面白いですね。いやこれは面白いな、続けられるな延々と。これでまたね、装備失ったりとかねするとね、悔しいなってなるんだろうね。一応この上のアーマーキャリアとガスマスク、自己再生とバックパックのサイズ、これはね、ストックされてないと思うんですよ。なので、毎回失いますね。まあ、ストア、こういうなんかストアでなんかパックかなんか買えば、最初から、バックパック常に、なんだ、中とかね、手に入るかもしれないけど、この辺はまだちょっと見てないので、わからないですけど。いやー、どうしようかな。なんか、本編も欲しくなってきちゃったな。いやー、なかなか、久々に COD やったけど、欲しいね、やっぱり。うん。まあ、昔の COD の、こう、やっぱ、ね、やっぱモダンウォーフェアを、やっぱ、みんなね、やったと思うんだけど、いやー、やったね、僕もね。うん。ストーリーはやっぱ最高難易度までやって、でこうマルチプレイとかでね、キルレートがすごい気にしながらねやりましたよ、必死こいて。まあでもある時ね疲れちゃったんですよ。でまあやっぱある時疲れちゃうと、まあやっぱ全体でのチームプレイが楽しめる BF の方が自分には性に合ってるのかなと思ってね、ほぼほぼ BF やってたんですけど、 COD から離れて。でもまあこれはすごいなんかやってて楽しいので、まあ、進めできるかなと。今のところ大きなバグ、兵士が空飛んでたりとか見たんですけど空中から自分を撃ってきてる兵士がいて、録画してる曲がよかったなと思ったけどこれぐらいかな。なんかあとはマッチングしないでフリーズしちゃったとかっていうぐらいかな。なんところあるな。まだでもこっちのサービスも始まってまだ間もないからね、もうちょっと時間かかるでしょう。でもまあ
ちょっとなんか課金してもいいんじゃないかなってぐらい、これはちょっと楽しみそうですね。うん、スマホでもこういう感じのゲームいっぱいあるから、まあ、なんかこうスマホの方でもあったこうなんだ COD のノウハウもなんかこっちに引き継がれてる感じがするような UI の見た目をしてるよねっていう。UI デザインは結構そういうスマホ系からこう流れてきてる感じがするんですよ。パッと見やった時、うん、これなんかスマホのゲームかなんかなのかなっていう感じをする雰囲気がすごいしてたんで、そっちのデザインってね、まあ見やすく分かりやすくて触りやすいしいいんじゃないかなと思います。とりあえず今回はダベってばっかりになっててこれ以上はやらないんですけど、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。